本日は映画スプリングブレイカーズの特別試写会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。皆様大きな拍手をお願いします。アヤマンジャパンのルーです。イエーイ、ルーさんだー。アヤマンジャパンですよ。イエーイ。はい、からの改めましてアヤマンジャパン新メンバーのサムギョプサル和田です。イエーイ、はい、よろしくお願いします。はい、アヤマンジャパンの顔担当メンソーレアイナです。よろしくお願いします。はい、お願いします。アヤマンジャパン新メンバーのタマタマコです。よろしくお願いします。イエーイ。うちの監督がですね、アヤマン、まさかのアヤマンがいないアヤマンジャパンということなんですが、はい、本日はですね、アヤマン監督、あの慢性疲労のため、あの腰が痛いということでですね、あの家で、はい、寝ておりますので、すいません。はい、まあアヤマンがいるとかいないとか、はい、関係ないから、関係ないからからのポイポイポイポポイポイポピー。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。秋元才加です。まずは率直な感想から伺っていきたいと思います。やっぱりこう刺激的でちょっと挑戦的な女性像っていうのを皆さん、あの見たかったんじゃないかなっていうのを、私はあの感想として、はい、感じました。今日の、ビキニ服装がですね、非常に鮮やかですごい素敵なんですけれども、最近は、はい、あの明るい、やっぱりネオンカラーだったり着るようにしてますね、うん、やっぱ明るい色を着ると気持ちも明るくなるので、うん、夏はいろんな鮮やかな色を着ていけば、うん、あの着ていきたいなと思ってます。ハメを外した経験というのは、大きいライブの時はハメを外して楽しもうと思って、アフロのカツラをかぶったりします。ライブは常にハメを外して楽しんでます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうでした、はい、今日はイベント。そうです、初めて今年あの水着を着ました。はい、はい、ちょっとテンション上がりました。舞台もやるんですよね。そうですね、あのアヤマン監督はですね、もうあの一足先に一人で今あのやってるんですけども、今ヘイポールという舞台を。それで腰が。そうですね、今あのポールダンスをやってるんですよ、アヤマン。あの34歳にして、はい、ポールダンスを始めるという、はい、あのすごいアクロバティックな34歳なんですけど、はい、それ見習いたいですね。総選挙終わって、はい、AKB です。まあ、みんなほっとまして、たくさんの方のファン の、 あの愛情をこう受け取れるお祭りイベントなので、本当お祭りだったんじゃないですか、うん、でマリコさんも卒業されてね、はい、秋元さんもそろそろだと思うんです。そうですね、あの卒業するメンバーいるんですけど、秋元才加の卒業かすまないように皆さんあのでメディアに取り扱っていただけたら嬉しいなと思います。例えば前田敦子さんなんか女優でこう評価が上がっているのはどうですか。そうですね、あの素直に仲間として嬉しいですし、私も追いかけていかなきゃいけないなっていうのは思うので、私たち卒業していくメンバーのこれからの動向が今いるメンバーの希望の光にもなると思うので、うん、私たち、私たちのまた次をつなげる道を作っていくことがまた第2章のあの次につながっていくのかなって思います。どんな女優さんになりたいですか。秋元さんご自身が。キキリンさんのような女優さんになりたいです。お、大きく出ましたね。夢は大きく夏盛り上がるのに見ていただいて、ファッションの面でもそうです、自分の殻を破って行動してそこから何を得るかっていうのも、このスプリングブレイカーズの作品の中にまた見えるところだと思うので、ぜひそこに注目してみていただきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。